はい、前回の動画でも当たったニコさんですね。最初は、マイナスですね。こっちのホールドは全て読まれて、向こうの打撃は通って、もうね B プラスに上がったけどまた B に落ちそう。やっぱもう僕はこの辺が適正ですね。ほんとなんか行動がワンパターンなんだろうね、今回今みたいな肘からの投げは対応します。連打をやめるっていうテーマなんでね。あと投げキャラなんだから積極的に投げるっていう、もうこの2つですよね。今しゃがんでたな、ちゃんとお見合いになったけど、また肘からの投げ、今回は配管。やっぱごっそり減るね。いや投げは安いでしたけど、あれが最強投げだったら勝ててたかもしれないけどね。まあまあまあ2勝取りました。サイドアタック、投げるか。まあホールドしてなくて、まあ不幸中の幸い。この下段2発とかいらんからね、本当に。このホールドもいらんね。今の2発下段もいらんね。いらんことばっかしてる。ランクマを楽しんでた昔に戻りたい。本当になんか変な動きしちゃってるよね。これは最近覚えたコンボの中では強いなと思ってますけど、ただ上段の打撃ですからね。しかも遅いし発生が、肘からの投げ、もうしゃがむよね。でゲージを持ってかれる。まあ冷静にガードできて、まあ辛くも勝てたって感じですかね。はい、ありがとうございました。今回も2個3連戦になります。よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、そうね、結局今回はこの方と3連戦になるんですかね。ホールドを一応投げで取った。おー受けてる。あとガードの我慢しきれないところも俺悪いな。まあデンジャーに助けられて勝ちました。おお、まあ肘一発投げは強いかもな。投げなきゃいけないんだから投げキャラは。ああでも、まあ起き上がりもホールド取れてよかったって感じです。でも開幕で投げられる。いいですね、いいですね。どんどん投げる、もう投げる方向でいかないと。打撃は牽制ぐらいの勢いですよね。いやでも俺ジャイアントスイングの入力が遅い。でもまあ勝てました。はい、次いきます。ありがとうございました。はい、3戦目。おお、また投げられた。あれもね、投げ角ですからね。ああしかも、うお減るな。2個って軽量でのキャラの割にほんと強いよね。届かんか。そうですね、これが本来の動きだと思います。ティーナの下段当ててすぐ投げるっていう。
しゃがんでたね。うん、投げていく。あー、もう許してもらえないか、さすがに。今下段を、下段えらい取ってんな。うん、おっしゃ、下段を投げてやりました。さあ、あー、やっぱ取られるか。この柵越えは P 押すのが僕よくやるんですけど、まあ何回もやってたんで。今しゃがみ投げすかったね。さあどうしましょうか。うん、まあ最後はなんとか打撃で。いや、この方もね、もう本当にね、もう勝つまで超苦労したんですよ。うん、たまたまこうやって3回やって3回勝ってますけど、その背後で10倍ぐらい負けてるのを、たまたま、まあ自分の自己満足の動画なんで勝ったやつあげたいじゃないですか。だからまあそれで勝った動画上げてますけど、この方くっそ強いです。もう超強いんですけど、運よく勝てた3つをまとめた動画でございます。はい、またいい感じに勝てる動画があったら上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。